はい、じゃあ伊佐さん、じゃあ伊佐さんの伊佐、恋ファームのことと伊佐の恋のことについてお話ししていただけるでしょうか。はい、はい、まああの昭和産経を、まあ、メインに作っておりまして、数年前からとにかく炭の改良に取り組んできました。まあ、してもあのそれこそ全日本の品評会で、活躍、かなりもう上位入賞できる昭和産経が今もうできているんですけれども、まあ、その中でも、まあ、そういった恋は小さい頃には決してわからないんです。縦恋の中からそういう可能性のあるのをチョイスして、それが後から現れてくるという形ですので、とにかく一番最初は紅の色とかより紅の際ですね、際をよく見てもらって、あの白地のこの間のひぎわをしっかり見てもらって、そういったひぎわのしっかりした声はあの紅質とか最終的に決まってきますし、あと炭はもう本当親を信じて買うしかありません。これはあの目に見えるものではないので、もう5年経とうが6年経とうが、とにかくその元親を信じてしっかり飼育していけば必ず答えてくれますので、まあ私の選別方法はそこですよ。はい、まあ本当我慢してしっかり、もう先見の明でも見えないものはあのいくら生産者でも見えないので、とりあえず便利のひぎわ、これが一番ちっちゃい頃の選別の大変重要なところだと思います。あと炭が出ていない、ちょっとこうグレーっぽい炭が見えるようなのってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのは子供の時は出てない方がいいんですか。炭はね、本来は3、そうですね、3歳4歳ぐらいにどんどん出てくる炭の方が綺麗ですね。2歳とかで肝をある程度決まっている炭というのは、まあ、綺麗なんですけれども、その後半に出てきた炭と比べるとやっぱりツヤが輝きが足らないですね。だいたい何歳、2歳か3歳ぐらいから出てくる炭がいいんですか。2歳では1回、当然はねやっぱり出やすいんですよ、うん、1回一度は、はい、その春先ですね、うん、でも1回必ず引いて、2歳で引いて、それが今度いつ出てくるか、そのタイミングは、まあ、3歳4歳でこうちょっとずつこう出始めるのがいいですね。もう私もそれこそずっと毎年買っている4歳とか5歳でも全然わからなくなるようなぐらいの変化をする声がいますので、うん、そういった炭は本当に見応えありますね。わかりました、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。